さあ、栄えある第1位に選ばれたのはこの方です。はい、おめでとうございます。伝説工房須藤真麻さん、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。さあ、ということで、お三人さん選ばれたんですが、アンケートの、内容を紹介しながら振り返っていきたいと思います。